大寒みそぎは若手神職が中心となり毎年行っているもので、参加者はおよそ5分間祝詞を唱えながら川に浸かり身を清めました。身も引き締まる思いでまた1年新名奉仕に頑張りたいと思います。能登でね、大きな災害がございましたので、女性の神主として世の中のお役に立てることを考え実行しながら、いい年にしたいと思います。水温は7度と例年よりは高めということですが、神職らは体を震わせながら気を引き締めていました。